人類は全てもてあします。僕らはいつでも神様に願って拝んでもいつしか、そうそう僕ら人類が神様に気づいたらなくさなりさまなさ。僕は見たことないんだ、あとはこちらの絵画で見るんだ。そう話し聞いてる神様、どれもこれも一緒かなんじゃ。偶然もいつか目のガチ、はたまた自分勝手スケッチ、あっちこっちそっち行ってどっち、一体どうなってるんだベンチ。ライフが確かにない、そしてだからなんだっていうんだ。生まれ変わった時からはない、そしてだけどどうなっているんだ。自分が勝手に何かあったんだ、自分たちだってなおもてっぺんがあるんだって今。ありがとうございました。